皆さん、こんにちは。こんにちはニッチでロックな木曜分です。今日はですね、鈴木亮平教授にこちらのチームの話をですね、したいただく会でございます。亮平さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや今日はね、ケルン特集。はい。まあ、亮平さん的にはいつかやってみたいという話されてましたよね。そうですね。うん、随分あ、あの、長いことお付き合いがあったんで。はい。ね。 ところがまあ、ちょっと成績が芳しくなく、<laughs> 昨シーズンは。そうですね。はい。ちょっとこうなんかいじりにくいなって話をしてましたけど、まあ今シーズンはね、位いですから。ね、はい、はいね。復活の兆しありということで。はいえー、ということで、えー、まあ後でじっくりやるんですけど、これ皆さんあれですよ。ボルフガンク・オベラートの着ていた いいリフォームですか、ね、もちろん。これすごいですよ。こっち側、これ、もう、あれこちらケルンの、この、ロゴ。まだスポンサーをね、ない頃ですからね。すごいですよね。オベラートからいただいたってことですよね。もう自宅のね。自宅だもん、えー。車庫から階段ちょっと一回その上の階にね。 倉庫があるんですよ。はあ、<laughs> はい。はい、そこにオベラートのね、いるサッカー用品がずっと置いてあるんですよ。そうで。そこからいただいてきたちょうだいよ。ちょうだい。すごいなしかし。本人からですからね。買ってその、プリントしたとかじゃないんですもんね。違い違い違い <laughs> 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 はい、えー。ということで、これじゃあ、ドイツ代表のユニフォームもオベラートが代表で着用してたやつはい。 全部10番が欲しいっつって10番いやーちょっと触っとこう <laughs> なんかいいことはないかなはいえー、常連の高連キッカーさん待ってましたケルン特集あまあ予告してましたんでね、はいえー、グランドバッハにと並んで同じぐらい大好きなクラブですということで写真をいつもねこうプリントしてくれるんですけどケルンのこう ハネスんハネス何世でしたっけネヘネス。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 ヘネスくん。と、あとクッションね、ケルンのね。買ったんですって。ね。はい。あ、素晴らしい。はい。えー、ということでいただきました。それからですね、えー、ヘネスの角さん。26歳。26歳でケルンファンってなかなかケウですよね、多分。ですね。はい。えー、からもいただきました。 えー、私は決してお行儀がいいとは言えない分ですのサポーター文化が大好きですが、えー、彼らを見ると地元でサッカーに悪いイメージもを持つ人も結構いるんじゃないかと思ってしまいます。どうですか、うん、要はだから柄が悪いから、うんうん、要はなんか悪いイメージで見られたりしませんかんなことないですよ、うん。なんでそう思われるのとんでもないです。ねはい、えーでえー こちらがヘネスの角ですから、まあ、ケルン特集、心待ちにしてましたということで、えー、今日はですね、えー、ざっくり歴史も話してもらいつつ、今のチームの話もします、うんはいで。実はですね、今回そのやるにあたって、このボルフガンク・オベラートのインタビューが取れるはずだったんです、実は。うん、ところがですね、いろいろオベラートさんの予定なんかもいろいろあって、えー、収録の日までにちょっとインタビューが成立しませんでしたんで、 これは両ょさん、いつかやりたいですね、インタビューね。まあ、インタビューは、あの、OK もらってるんですけど、はい,はい。あの、向こうから、まあ、僕が交渉してるわけじゃないんですけど、はい、電話したらよかったかなと思ってるけど。<laughs> そう、電話、<laughs> 倉庫行ってユニフォームも,もらっちゃいまですからね、両ょ <laughs> さんね。はいはい。あの、どうも、その、返事がまだ、あの、OK なんだけど、はい、じゃあ、いつがいいですかっていう返事がまだ来てないらしいんですよね。なるなるうん。 まあまあそれはそれでまたいつかやりますけど、うん、まあ今日はちょっとケルンをね、ざっくり歴史も振り返りつつ今の話をしますんで、うん、えどうぞ皆さんお付き合いください。さあ、えー、ということで、まあケルンは、あ,あれですね、両平さん。ブンデスリーガのオリジナル10クラブになるのかなオリジナル<初> 18?18?16? いくつだったのかな ?63 年でしょはい。まあ要は創設メンバーですよね。うんうん、そうです。はい。はいえー 古ででいいですかまあ、古豪でしょう。名門古豪でしょうね、はい。あの、なんか、もともとあれなんですよね。ケルンにあった2つのクラブがくっついて、はいはい、戦後に、そうですね、えっと、FC ケルンとしてできた。FC ケルンになったのは、あのまだそんな、あれですけども。という背景があります。えー、でもお、ブンデスリーガ初代王者。 そうです。えー、63年に始まったブンデスリーガーの初年度、初代のチャンピオンです。で、えっ、ー、と、78年まで、まあ、ブンデスリーガー63年に始まって、78年までの15シーズンで2度優勝。はい。そうです。で、準優勝も2回ある。そうです。で、ポカールもなんと4回。4回。すごいなはい。ということで、えー、りょうえさん、えっ、ー、と、ケルンの歴史を見ると、 えっと黄金期っていうのがあったわけですよね。もうここれいつぐらいですか今言われたね。その何年何年かもう軍武始まった63年から80年超えるぐらいまでかな。はあ、これずっと強くあり続けたっていうのはずっと強かったです。はあ、あのまあ優勝2回はもちろんそうですけど2位もねあるっていうこととあと こうどんと下に下がるっていうことが、例えばバイルミューヘンでも優勝できない年はすごい10年の時もあるんですよ。なるほど。ところが、もう80年ぐらいまで、本当に一桁の上の方ですよ。あ,あじゃあ本当に強かった強かったです。タレントがいたんですかうん、まあいい選手いっぱいいましたね。あ、そう、ね。はい。じゃあ、えっと、まあ今、ブンデスリーガーで言うと、まあ、一番タレント集まるのは当然バイルミューヘンで、はい、まあその次に、まあ、 バエラ、ドルトムントとかね、えー。そういう感じですけど、じゃあもう、その時の上、上の、一番上の上のいい選手ばっかりあの、まあ、ブンドシリーガーは63年に始まって、もうケリンは本当にいいチームだったんですよ。で、優勝して当然だって言われて優勝したんですけど、ただ、その後、あの、60年代なんかは、もう毎年、こう優勝チームは違うんですよ。 あ、そうか。で、プロになったんで補強ができる。うん。選手を移籍、いい選手をこう持っ引っ張ってこれるいろいろ。そういうのが、あの、他のチームはもう一生懸命やり始めて。うん。で、本当に60年代はもう毎年チャンピオン変わるんですよね。うんうんうん。で、69年ぐらいからバイルンが勝ち始めると。はいはい。バイルンと、うん、 メンヘングラードバッハが、どっちかが優勝っていう流れになってくるんですけど、そのでも、それでも、ケルンはずっと上位にいるんですよね。でその2チームと、張るぐらいまあ張ってましたよ。ああ、そうか。はい。で、当然、人気は全国区の人気ですか全国区ですね。そうなんですよね。すごいですよね、でもね、それだけ、長い、まあな、ずっとだから、 80年代後半ぐらいまで、まあまあ強かったでしょまあそうですね。あの、特にね、その70年代、78年優勝してますけど、その80年ぐらいまでは、やっぱり激動だったんで、うん、そのドイツのサッカーも。アマチュアからプロに変わって、うん、もうみんな分かんなかったらしいんですよ。プロってどうやればいいんだろうって、クラブのねそ。そんなもんなんだ。うんおー クラブの運営から強化から選手の給料からどうその練習と,のとかかなりやっぱりみんなこう試行錯誤で苦労してでその中でいろいろ映像なんかで見て,た見てきたことあるんですけど例えばウベジェラーって当時63年の頃のもうスーパースターですよね。 ドイツ代表でも、ウーベ、ウーベっていう応援がもう、あの、ドイツランドじゃなくて、もうドイツの,あの応援はウーベ、ウーベなんです <laughs> あそ,うかそのウーベゼーラーがプロになった時に、最高年俸もらったんです、もらってるんですよ。はい、ウーベゼーラーとかトップレベルの選手がね。はい。はいはい、いくらだと思いますえ日本円で言うと、嘘だろっていうね。い,はい。いくら ?12、三3万円なんですよ。<laughs> <laughs> 本当ですかいくら当時とはいえ、はい、12、13万円じゃあの家賃も払えねえよってウベゼラはコメントしてましたよ。はあ。あ、そう、はい、そうなんだ。うん、ウベゼラなんかはあのスポーツ用品の販売を車で、ね、乗っけていろいろなの、そういう販売の仕事もしてた。あ,あ、そうなんですね。すごいな、うん。それも映像で見たことあるんですよ。はい、本人のコメントもね。 ところがそれがもう本当に毎年毎年どん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 プロってどんどん変わっていくわけですよ。年俸も上がっていくし、はい、練習環境もよくなっていくしで移籍はするしそういう激動の中で生き残るためにまたいろんなことを考えるわけですよ。ああああそうすると71年頃にスキャンダルが起こるわけですよ八百長試合の結構有名な話です、ね、そうですよねなんか聞いたことありまらえ。うんはい シャルケとビレフェルトの試合がもう金で買収されたとか、はい、ビレフェルトがあんなに簡単に勝てる試合なんかもうそんなのあるわけねえだろうっていう,そうシャルケの特集の時ちょっとそんなしましたよねでもかなりの選手が処分されたり、うん、ビレフェルトともう一個どこだったかな二つのクラブはライセンス剥奪されたりとかそこから今度また ま、このボンホフのなんか言葉なんかもこう映像で見たことあるんですけど、あれがある意味そのもう一回やり直すいいきっかけになった。それからクリーンな非常にいい作家にもまた戻ってきたっていうようなことで、だから60年代、70年代っていうのは激動の時代で、そこで上位を維持するって大変だったんですよね。あの、ケルンのその黄金期のなんかキャラクター、色。 っていうのを言うとどういう感じですか例えばね、メングラは、やっぱ攻撃的っていうね。うん、攻める。言ったじゃないですか。で、まあ、バイルンは、まあちょっと当時のイメージ僕わかんないですけども、まあ、今のバイルンはある程度イメージするとして、じゃあケルンはどういうケルンはですね。はい。メングラ攻撃的。ケルンは都会の、あの、洗練されたサッカー。あ、そうなんだ。おしゃれ系おしゃれ系。おしゃれ系なのあ、そうっすか。 100万ですからね、ケルンちょっとでも、りょうさん、僕はやっぱ浅いブンデスウォッチャーなんで。いやいや、いいですよ、そいや、で、浅いウォッチャーだから、ケルンのイメージ、僕、言っていいですかはい。野蛮。それはやっぱり、ゴール裏の、あの、柄の悪さ、降格した時のあのね、こう、なんていうの、悪い方の盛り上がりとかって、僕は、ケルンはそういう感じのイメージで、まあ、最近行ったり来てる人もあるんで、え、都会的だったんだ。そうです。 はあ、スタイリッシュなフットボールをやってたってことそうですね。あ、そうっすか。もう本当に、あの、ケルンの選手っていうのは、あの、かっこよくて、スターで、んうん、都会の、あの、なんか映画俳優みたいなイメージですあ、そう、うん、本当ですか、うん、そうなんだ。それで強かったんだ。はあ、い、じゃあやっぱり当時のブンデスリーガーは、スタイリッシュなケルンがいて、 で、殴られたら殴り返すグラードバッハがいるっていう点では、花ありましたね。うん、え花、花がありましたね。ああ、ディーグにもう。だから、この試合っていうのは、なんだろう、今で言えば、ど、どことどこの試合だろうな。まあ、バイルンがいないとしたら、はいえー、シャルケ対ドルトムントみたいな、はあはあ、まあ、ダービーですね、あれはね。はい、あれはダービーだけど、まあ、シャルケ、 だじゃない、ケルンとメンヘングラードバッハっていうのは、ダービーとは言わないけど、もうやっぱり、ブンデスリーガーの中であの時代、このゲームっていうのはやっぱりトップレベルのゲームだったんですよね。なるほどね。うんで。それがね、両平さんで、それがまあ80年代まであったとで。黄金期があったけども、そっからちょっと流れ変わるじゃないですか。変わりますね。ええー、2000年ぐらいですか変わったの。 もうちょっと前ですね。もうちょっと前。も十90年代後半ぐらい。90年代がまた、あの、ドイツっていろいろなことの変化があって、当在、ドイツが90年統合されて、ブンダチリーガもう東からのクラブを一緒にこう入れてね、うんうん、一緒にやるようになって、で、だんだん淘汰されて、東がだんだんやっぱり抜けていったりし、でも、東西統合によって、東側のいい選手っていうのは、当然、西側の方が裕福なクラブが多いから、はい 給料も高いから、うん、いい選手とどんどん西へ入ってくるわけですよ。うん、そうするとまた、それの流れに乗っレバクーゼンなんかはその流れに乗った、あのキルステンだとか、そういう選手がもう入ってきて、はい、乗れたクラブじゃないかな。あの頃からレバクーゼンは当確した。あああそういうのに、いろいろあって、東西統合とかいろいろあってであの、ボスマン判,判決が、はい。 90年代の半ばにあって、はいえー、EU なんかあの EU、EU 以内は選手の移動も自由になったと、うんね。経済と同じように。うん、だから外国人扱いじゃなくなったとか、そういう流れがいろいろあったじゃないですか、ね。うん、それに、だから、ケロンはちょっと僕は乗り遅れたのかなという気がするんですよね。それであれだ、他のクラブと差がついちゃったって感じ、うん そうなんだ。じゃあ、あれですね、それこそ、ケルンに、ライナー・カルムントみたいな人いれば。いれば。ね。ライナー・カルムント、皆さん、あの、ぜひ、ちょっと振り返って、レバー空前特集の動画を見てください。<laughs> うん、ここで、あの、レバー空前がなぜ安定して強いかって話を、ルエンさんが説明してます。あでも、強化って、やっぱり当たり前ですけど、強化部、あるいは強化担当によって、相当変わると思います変わりますね。 で、はい、ケルンって、その、ずっと、今でもそうなんですけど、はいはい、昔ながらのクラブ運営なんですよ。はい。だから会長っていうのは、いまだに無休なんですよね。はい。はい。そういう名誉職でやってるから、う今も無休、うん、そういうのが、やっぱり影響してくるんですよね。あ<ー>どうしても。そう バイルン、例えばバイルンの会長がルンメニゲだったりね、今は会長とは言わないかもしれないけど、CEO かっていう言い方をするかもしれないけど、あれか、会長はヘーネスか、ヘーネスが前元会長で、今誰の今会長ありますよ、あの、ハイナーだ。ハイナー、アディラスの人。やっぱりちゃんとした職で、職業としてやってるわけじゃないですか。そうですよね、確かに。それを蹴るにやらないんですよ、まだね、未だに。 低迷期に入って90年代後半から、はいでまあ、そこからまたすごい浮上もしてないわけじゃないですか今一部にいますけどね。ってことはやっぱりちょっと体質の古さははネネックってことネッククあると思いますその時に、うん、だから低迷に入った時にそのどうしようかっていろいろ試行錯誤があるじゃないですか。名門、うんね、復活のために どういう手を打ったかっていうのもあるわけですよね。なんかどういう手を打ったんですかその復活のために。あ,あの、まず、会長を、えー、ケルンの創意、ケルンのもう百万都市の総意で、オペラとお前しかもういない。ああああ頼むから会長やってくれっていう。ああそ,のそれで彼はもうオペラとは、そういうのは一切や,やらない人だったんですよね。はいはい。 指導者もやらないう実業家でずっとやったんですよね。<laughs> でももうずっとケルンでは彼以上有名な人いないし、はい、彼がやっぱり何とかしてくれるだろうっていう、はい、それで彼が会長になって、はいうん、まあその時に彼何年やったのかな結構やりましたよ。あそうですか、うん。2004年から11年までかな。 はいはい。7年うん。はい。で、その副会長に、ユルゲン・グロバッチっていう、その黄金時代のチームメイトをサポートさせて、はい、あの、オベラートを助けるような仕事、そういう形でやったんですけど、まあ、結構だから、いい部分も出たんですけど、あそうなんだ、うん、<ー>ただあのクラブ、ドイツのクラブってあの、会員の 年次総会っていうのがあるじゃないですか。はい、ありますね。で、何年に一回は、こう、えっ、ー、と、理事とかの改選があるわけですね。はい、で、その会員の選挙で選ぶわけですよ。うん、まあ、誰かが立候補して、あの、認めるか認めないか、うん、ある二人出れば、どっちがいいかっていう選挙をやるわけですよね。で、その年次総会で、えー、会員、まあ、ほんの一部の、も、ま、う、あ、何千人何万人って参加できる、会員だったら参加できるわけですよ。はい。 ほんの一部の会員が、オベラーと辞めろコールをしたんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。ただ、オベラーとは、もうそういう会員がいるんだったら、俺は辞めるって、あっさり辞めちゃったんですよ。ああ、そうそうなんですね。はい、はい。あまあ、そんな中でなかなかうまくいかないんですよね、クラブ運営が。そこは今でも改善はされてないわけですよね。ね会長は名誉職なわけですよね。僕なんか個人的には、その後、トニー・シューマッハンが副会長になって、はい もうトニーがまた出てきて、うん、オベラとの代わりに今度会長やってくれるのかなと思ったら、あっさり副会長も辞めちゃったんですよ。うん、あの辺がなんかあんまりうまくいかなくて。難しいですね。それでもなんとかしたいですね。なんとかしたい。そ <laughs> うですよね。<laughs> はい。ねそれと、だからもう一つは監督選びで、あの、なんとかしようっていうかね。うん、この監督に頼めばなんとかしてくれるだろうっていうのはやっぱりあったんですよね。そのうん あの時にちょっとよくはなったんですね、はいまあ、サッカーはあんまり面白くなかったですけど、うん、<laughs> でも5位とか EL 多分いってるんでそっくりだった頑張りました、うん、あの手堅いサッカーしてまして、うんまあ、モデスとかブレイクしたりとかね、うん、はいまあそんな流れですね全体で,でやっとい,いだから今回はあのバウンガルトが「お前頼むぞで」で今なんとかしてるとこですよ でもなんかあれですね、あの、僕らが言ってどうこうなるもんじゃないですけど、そのスタイリッシュなフットボールを志向してたね、ベースがあって競合だったっていうその歴史があるんであれば、まあ本当なんかこうクラブの骨格のところをしっかり整理して、まあもっと言っちゃうと商業ベースで成立する何かをちゃんと構築して、こう、ケルンブランドをなんか売り出してほしいですね。足りないですよね、それね。あの 今の流れについていけてないと僕は思いますから。サッカーを近代化してますからね。うん、はい。やっぱその辺を変えてほしいなと思う。でもどうですかその低迷期の中でも、の例えば、えっと、まあ、先週もちょっと話しましたけども、育成に関しては非常に経路評価高いと。はい。で、ここはどうですかやっぱり寄りどころなんですか、うん、まあ、もちろんそうですよね。うん、今、あのー、それはすごいですよ。はっきり言えば。と。 両井さんのなんかこう、紙動かした時はね、みんな見てる人はね、この時代でね、この時代でだって育成がやっぱり素晴らしくて、今ね、今のトップチームに、育成からケルンのアカデミーから上がった選手って、トップチーム登録ですよ、今現在、今シーズンの、名前言いますよ、じゃあ、どうぞ。ウート、ティマホルン、レンペアレ、ティールマン、 エルちゃん、カッタバッハ、オストラク、えあと知らないと思うけど、サブゴールキーパーのウルビヒ。はい、知らないです。から、左サイドフォアのオブツ。ああ、まだ知らないな。9人いますよ、9人。ああ、でもそれすごいですね。自分のクラブ、自前9人はそれはすごいわ。すごいですよ。それはすごい。こういう、あの、あれがあって、あの、やっぱり、相変わらず育成はすごいんだなと。そうか。 それは育成は昔からすごかったけど、低迷期もしっかりと絶やさないように、クラブとして取り組んできた証ですか、うん、そうですね。うん。うん、そうか。今はでも、アンダー21に何名、アンダー22に何名、3人、アンダー19に3人、はい、アンダー18に2人これぐらい代表チームに出してるんですよ。じゃあ、あれですねで。そこがあるんだったらあれだな。ケルンは人材排出はできるわけだし、うん、こう地元のいい人材を、 こう吸い上げながら、うん、こう、なんだろうな。骨格はちゃんとしてるわけじゃないですか。で、あとやっぱあれだ、チームの土台ですね。そうですね。うんはい、上の方のね。ね。まあちょっとそこ次第ってことですけど、まあ、あの、そういう歴史があって、今がありますよっていうことを頭に入れといてください。で、今の話をする前に、両平さんに、はいまあ、両平さんで、まあ、こういうなんでしょうね、名門の話の時はやっぱちょっとレジェンドの話をちょっとしてもらおうということで、 良平さんセレクト、ケルンレジェンド11人っていうのを選んでいただきました。はいはい、最初ね、20人近くあってね、多すぎるって僕は言ったん <laughs> <laughs> です。えー、っとですね、11人に良平さんが選んでくれました。最初ね、全部出たときは、ちょっとわかんねえなーって僕いっぱいいたんですけど、<laughs> これはね、大あ結構わかりますよ。ただ、まあ、ハネスレアは70年代の人いやいや60年代から。60年代からです、それはい 知らないんでよかったわ。じゃあ、えっと、一言、うん、一人一言、どんな選手か、えー、手短に聞い,、うん、いますよい、いいハネスレア。ハネスレアーは、あの、ウィングプレイヤーなんだけど、オベラートの、あの、相棒ですよ。相棒。で、はい、点の取れるウィンガー。ウィンガー。ボルフガンク・オベラート。まあ、これは左足の芸術家。芸術家。ハインツ・フローエ。あのね、もう、天才的に上手い。えっと、何年の代の選手 70年代。フロエは、オベラーとよりちょっと若いくらい。若いぐらい。じゃあまあ同年代ですね。はい。うん、ハラルト・シューマッハ。あ、フロエはどっちかっていうシューマッハに近いかな。あ,あ,あまあ、じゃあ、うん、じゃあはい、フロエがいて、はい。うん、ハラルト・シューマッハ。シューマッハは、もうドイツじゃない、ケルンが生んだ最高のゴールキーパーですよね。うん、ええディーター・ミラー。ディーター,ミー・ーターミラー。もう喫水の点取り屋。この80年代前半までやってたと思います。これ本当わかんなかった。トニー、 ウッドコック。イングランド代表選手、センターファード。そうか。で、この時代、珍しいですよ、イングランドから来るっていうのは。いや、ちょっと、うん、え、何年ですか、彼いたのえなん、1900何年ぐらいウドコックはい。ウドコック、はい、ッックだから、あの、81年か2年ぐらいまでいたと思います。じゃあ、まあ、この辺と同じぐらいですよね。うん。で、だから、ディーター・ミュラーとこの二人で点取りまくってました、ね。そう。 あの、はい、ハンブルグにほら、あの、ケビンキーガン<ん>ケビンキガン。ンあれと同じ年代じゃないかな。そう,かそうだ、キーガンね、文ですいたんですもね。うん、はい、そして、クラウス・アロフス、はい。まあ、あの、おしゃれな、おしゃれなセンターフォワード。はい僕 緑の人のイメージだけどね。緑ブレーメン <laughs>。あ、あのー、デュッセルドルフからケレンに来て、最後、ブレーメンで。そのままブレーメンのほら、もうフロントっていうかね。フロントだったから、だったら、フロントだったらからかあれは。はい、でもまあ、現役時代は、はい、えー、ケルン。ケルンが一番、あの、輝いた時代。これはもうよく知ってますよ。ピエール・リトバロスキー。もう、天性のドリブラー。ね。ガニマタ。 ジェフね、ガニマタ。ガニマタ。僕の中ではね、ブランメル仙台。ジェフ市原。ジェフ市原。えー、トーセスラー。これはね、本当にね、物喋んない静かな男ですけどね、うまい。うまい。あの、ドリブルとパスのセンスとも抜群。はい。えー、ボド・イルグナー。 ボドイルグナー、ハラルド・シューマッハーに続いても、本当に世界に出せるゴールキーパー、ボードイルグナーでも僕がケルンに研修しに行った1996年、うんえー、8月からシーズン始まって、うん、ボドイルグナーがいるじゃないと思ったら8月31日に、えーえー、とレアル移籍しちゃいました。あそうそうレアルいたんですもんね、えー。そして、ルーカス・ポドロスポドロスキ。今の、えー、ケルンの えー、英雄です。まあアイドルですよね、なんかイメージ的にはね。はい、ということで、良平さんのレジェンド、一言解説。これで終わりですか。まだいっぱい,いるのにな多すぎて <laughs> <laughs>、良平さんのこのレジェンド解説だけで、多分三3本ぐらい動画できちゃいますから。<laughs> でもなんかあれですね、みんな結構でもあやっぱアタッカーですよね、まあ、キーパーとアタッカーか。 うん、だからさ、後ろの方の選手削るしかなかったんですよ。後ろもいるんだ。いっぱいいますよ。じゃあ一人だけ上げていいっすよよ。誰か足してください。誰にしようかな。<laughs> じゃあね、仲のいいね。えー、っと、誰がいいかな。<laughs> 全員仲いいんだ、迷うんだわ。すごい。両 <laughs> 平さんはすげえ。クールマン。<誰>知ってるでしょ、クールマン。クールマン。クールマン知らない。知らない。 78年、9年に日本に来て、<laughs> はい、ケルンで来て、もうセンターバックやったクールマン、ドイツ代表選手。あどんな選手ですか<え>どんな選手ああ、もう、あのー、今みたいに、こう、がっちりでダーンっていう、一なんていうの、フィジカルに強いとかじゃない。大きいけど、はい、もう、もう足,足元もうまいし、あ,<ー>あのー、全然そういう、ね、ガチンっていうプレーはしない。 しなやかな感じしなやかな、はいえー。ということで、えー、レジェンドをちょっと一言ずついただきました。まあでも、このメンバーだけでも、まあこれは多分、良ょさんが意図的にですね、有名な選手を選んでくれてるんだと思うんですけど、やっぱり僕も名前は知ってますし、なんとなくイメージできる選手ばっかりがいたっていうのはすごいですね。ああ、だから、これだったらみんな知ってるだろうと思ってね。い ののね、60年代、70年代の選手が多いけど、はいあ、知ってるっていう、それだけ有名なわけですよ。いや、だからそういう選手がいたクラブだってわけでしょそういうことです。ね。うん。あとは、スターで、ビッグクラブじゃないとスターはいないわけだから、うん。つまりその黄金期80年代まではビッグクラブだったってことそうですね。だって、 これ見て、はい、あの、泥臭い選手なんていないです、いないじゃないですか。本当に都会派の、はい、もう、洗練されたプレイヤーばっかりですよ。はい。はい。いさん、この中で、一人、二人、何人一人、一人、二人もうちょっと、こう、がっちり、紹介させてくれって、誰紹介したいですかえこの中で誰か、一人。うーん。 まあ、ケルンのその歴史を語る上で、まあ、これはね、すごかったんだよ。ドベラート以外で。<laughs> ドベラートは、まあ、まっ腹で。じゃ、ね、し僕はやっぱりシューマッハーとそうでうね。うん、そうですよね。うん。はい、それと、意外かもしれないけど、僕はハインツ・フローエ。フロエ。うん。じゃあ、どっちから行きましょうか。フローエ。フロエ。はい。この選手はね、はい、本当に上手いんですよ。上、うん、い。あの、で、やっぱりね、あの、他の選手もそうだけど、 ガチガチしたプレーはしない。もう本当に華麗なプレーをするんです。テクニックがめちゃくちゃうまくて、うん、で僕、96年研修しに行った時に、あの、まあ、フローエも知ってたんですけど、あの、トップチームの方の研修入ったんですよね。はい、で、そのトップチームの研修してたら、フローエと、あの、これね、アンダー23のコーチやってたんですよ。あ、そうなんですね。うん、はい。 でエンゲルスっていうのがこれまたドイツの,あのレジェンドなんですけど、はい、監督やってて、はい、でエンゲルスの方が若くてフロいのが年上なんですけどなんでコーチかなっていうと心臓が悪いんですすよよ飛行機乗れないんですよねで一緒にあの声かけられて「おいお前トップチームなんかつまんねえだろあんなのあんな監督なんか勉強になんねえからこっち来いよ」って言われて。<laughs> すなので,す、ねはいはい、でアン安ー23の方のコーチ一緒にやろうよって言われて、はい、時間違うからトップチームと、はい、ああのアン安ー23練習時間全然違うからいいの両方いけるなと思ってでフローへのと一緒にコーチやったんですよアマチュアのそうすると終わったりしてその体育館でその地下に練習場があるんですよね。にあるんですあの サッカー、テニスってあるじゃないですか。はい、あれの、ネットがね、あの、バレーボールのネットがあるんですよ。はい。2メーター、何センチだ、うん、それぐらいのね。はい。その、ここで、これやるわけですよ。それ難しくないですか難しいですよ。あんな高いので。ね。ねはい。落としちゃいけないんだから。はい。いや、それ、バレーですからね。うん、とね、このフローネがね、もうめちゃくちゃボール切ってね、 あの、回転のかかったボール返してくるんですよ。はい、そんなのお前トラップできねえじゃん。ダイレクトでも返せねえよってトラップしたら変な方ル飛んでっちゃうんですよ。はい,はい。変化してるから。はい。もうそれや、喜ぶわけですよ。あわざとやるわけ、ね、わざとやる。めちゃくちゃうまいんです。じゃあ、の、キックが多彩なんですか多彩もいいとこ多彩もいいと多彩もいいとこなんだよ。<laughs> はあ<ー>。で、まあだから、プレイヤーとしてもそういう選手だったんですよね。はいはい本当にうまいんですよ。はい 今で言うと誰系ああ、そうですね。小野新治系ああ、すごい。めちゃめちゃひらめいた。わあ、わかる気がする。イメージ的には小野新治系ね小野新治は、バックスピンかけて、うんまあ、走った選手の目の前に戻ってくる、うん、めちゃくちゃ上手かったですもんね。まあ、今もやってますけど、うん、あ,あのイメージか。イメージ的にはそんなイメージですね。 そ,うん、それをもう,もう本当に楽しそうにやるやつなんですよ。でもそ、まあ、でもそうか、そういう選手いたんすね。ちょっと今のケルンとイメージ違いますね。でしょうん。違う。やっぱりちょっと花あるなうん。だからね、な変なやつ、その。変なやつなね。やばんとかね、<laughs> そういう選手いないの。いやいやいや、やっぱオシだわお。おしゃれおしゃれ。ああ じゃあね、両陛えトニー・シューマッハ、まあ、ハラルト・シューマッハですよ、これ、はい、キーパーじゃないですか、はい、ちょっとシューマッハについて、僕が S q ライセンスを取りに行って、S q、はい、ライセンス取ったときはあの、B、A 取って、S q のときは、ケルン体育大学があのかあので勉強するわけですよ。はい、と、もう、すぐ隣がスタジアムなんですよね。はいで えー、ガイスボックハイムっていうレあの FC ケルンのクラブハウスと練習場があるところクラブでも車で5分ぐらいなんですよ。はい、とやっぱり見に行くんですよ。でいろんな研修もクラあの FC ケルンの方でや,らやったりしてんで,うん、うん、で見に行くと SQ ライセンスのトレーニングスレイレっていうトレーニング法の教授が、はい、ケルンの高知県ゴールキーパーコーチなんですよ。ケルンのほほうほうほう ね。はい、トップチームの。はい、で、シューマッハーの練習をするわけですよ。はい。キーパー練習を。はい。あれを見るのがね、もうすっごい面白かったんですよ。はあ。どんな練習かどんな練習かっていうと、はい。シュートを20本、30本、40本蹴ることは絶対しないんですはあ。はあ。はあ。1本、例えばクロスボールを上げて、はい。 あの、キーパー二人ぐらいいるじゃないですか。はい、あの頃、もう三人もいない。二人しかいない。一、はい、人はセンターフォワードみたいな役割で、はい、これがヘディングしに入って、キーパーがそ,のそれをどう,どう処理するか。はいはい、キャッチングするのか、はい、パンチングするのか。そういう練習するとして、一本蹴って、その処理の仕方に対して話をするんですよ。一分数 <laughs> まあ一本ずつ全部とは言わないけど、あ,はい、あるいはじゃあ次にドリブルで1対1でこうシューマッハにドリブルでしていくという。はい、で、キーパーと1対1の局面でこうかわそうとしたりした時にキーパーがなんかプレイするじゃないですか。はい、そのプレイをまた議論するんですよ。あ<ー>そうやって育てていくんですよ。キーパーを。<は>で、一つ一つがそう。深いっていうか、ねう。深い。 でまあ僕なんか見ててすごいあの感、ー、心したのは感心というか勉強になったのは、はい、キーパーがこう切ったボールを後ろゴールがあってこうパンチングする、はい、その時にこうバックステップの仕方を教えたり、うん、でどっちの足でジャンプしてどっちの手でパンチングするかとかで両手でパンチングするってあるじゃないですか。 左から来たのを右にパこういうパンチングしたら絶対だめだと、うん、かいろんなことをこう教えるんですよ見ててめちゃくちゃ面白かったんですよ、うん、それでもうあっという間にシューマッハードイツのトップレベルのキーパーになって、うん、なるほどねでこのハラルド・シューマッハトニー・シューマッハっていうのは信じられないけど X 脚, X 脚なんですよはいはいはいなんか聞いたことある X 客で一流のトップアスリートってめったにいないんですよね。はい。はい。本当パッと見たら、あ、すげえ X 客だ<笑><笑>え。でも、彼がそれでもなおかつ一流であれたというのは、りょ、はい、うさん、どこに希望があったんですかそれは、あの、やっぱり、周りの,あのトレーニング、筋力のトレーニングと、はい、やっぱり、その、えー、姿勢。はい、キーパーっていうのは姿勢が一番重要だ。えっと、いわゆる構える姿勢と。はい、あ、そういうことですよ、ね。 ああでそのステップの踏み方とか、はい、そういうので全部クリアしてまんですまあでも80年代のドイツのキーパーのベストキーパーですね,ですねそうですよね、はい、ああキーパーとしては良平さんトニー・シューマッハというのはどういうキーパーですかまあ今いろいろいるじゃないですか反応がいいタイプとかね、うん、あの勝負強いとか。うん まあ、ノイヤーみたいに足早いとかね。うん、<laughs> まあいろいろあるんですけど、えっ、ー、とど、トニー・シューマッハは、両平さん的にどういうキーパーって言いますまあ、あの、技術的じゃなくて、単純にかっこいいコールキーパーだったんです <laughs> のやっぱりスタイリッシュなんだな、うんで。だから技術的にはみんな上手いんですよ。そのはい ドイツはね相手がいるわけで、そこでどうやって処理するかって、ああ、さすがだなとか、やっぱうまいんですよね、全てのプレーがね。だけど、かっこいいっていうのが一番のイメージ、印象残ってるなるほどね。じゃあ、かっこいい人だらけだ。かっこいい人だらけ。なるほど、そうか。でもちょっとやっぱ聞いてみないと分かんないね、亮平さん。でしょやっぱ今のケルンのイメージとは違います。 <laughs> いやそうそういう意味ではない全然違うね。ね。ということです。うん、さあ、えー、じゃあですね、今期のケルン、り平さん。はい。ちょっと今期のケルンの話しますよ。はい、しましょう。まあ、びっくりしましたね。しかし、うん、まあ、9月代表ウィーク、あ、9月終わって10月代表ウィークまでとはいえですね、り平さん。トップ6ですよ。ね。すごい。すごい。 ええー、まあ、肝になってるのはこのね、えー、ハンチングのお父さん、バウム・ガルト監督でございます。うん、この監督はですね、パダボーン、うん、昇格した時、パダボーンやってました。うんまあ、パダボーンがね、落ちたんですけど、まあ、僕はフットボールはすごく、あの、オフェンシブで、あの、いいなと思ったんです。で、まあ、やっぱりその当時からこう、タッチライン際でね、そのテクニカルエリアで、なんかこう、 存在感があった監督ですけども、やっぱ、ルエさん、この監督の招聘が大きい。もう最大の理由でしょうね。最大の理由なんだ。それ以外理由はないっていうぐらいの、<ー>今期のね、<は>い,いい状態っていうのは、もう、バウムガールとしかない理由は。なんか、ルエさん、帽子売れてるんですって帽子がね、ファンショップで売り切れないらしいですよ。<laughs> これ売ってるんですよね。売ってるらしいです。 <laughs> すごいな <laughs> もう注文しようかな <laughs> 結構で、ね、僕ね、そういうの影響されて買うんですよ。リュウエさんの心のクラブに影響されて、グラウドバッカーのジャージ持ってますから、僕。<laughs> ね <laughs> えー、バウンガルト監督のサッカーの特徴、リュウエさん、どこでしょうそうですね。はい、一言で言えば、全力サッカー。全力サッカーね。走る。まあ、走れ。戦え。戦え。 まあこれがまあ一言で言えばそういうことになるんですけど、はい、でもじゃあ走るだけか戦うだけかって言ったらそうじゃないですよね。やっぱりパスはすごい正確だし、うん、で、もう一つすごいのは攻撃的。そうなんですよね。うん、発想がこの人はやっぱりオフェンシブなんですよ。でもパダボーンの頃と違うのは攻めるだけじゃダメだっていうのがやっぱり。<laughs> 残り一部に残れないんだっていうのは。パラフォンの時はね、やられすぎなんですよ。うん、攻めるけど。で、決定力ないから、攻めた、うん、あれっつって負ける試合が結構あったですよね、うん。そうですね。でどの辺が一番変わりましたその当時と比べて。あの、まあ、当然人も違うんでね。いろんなものは違うんですけど、その、ヨイさん的に、えー、攻めるだけじゃダメだっていう話を受けて、うん、どういうふうに、こう、バムガルトは今やったああ、この、このね、まあ一応、 これがまあ一応ベスト11的な11人ですけど、はいまあ、システムもあのこういうシステムなんですよ。ね、まあ今、特徴はひし型なんですよね、中盤ね。そうですね。はい、2ツートップ、フォワード2人置いて、で中盤もひし型で、えー、ボランチは2人置かないでスキリ1人 1> そ<う>で。これはどう考えても攻撃的じゃないですか。守備に不安があると思うんですよね。はい、ところが、はい、やっぱり全員、 あの全力サッカー全員が走れ戦えっていうのをやらなかったら使ってくれないじゃんうん。うん。で、あの、そういう、だからフォワードのもうモデストから始まって、守備をもうちゃんとやらないと、もう試合に使ってもらえない。はいうん、それが例えばウートのような、もう絶対的な存在であっても一緒。ああ、全員、なるほどね。うん、でウートが、はい、えー、開幕して一試合か2試合の頃言ってたのは、もう、 救世主かなと思ったんじゃないですか、そのケルンに戻ってきてね、はい。はい。だって残留した時は彼が後半戦だけですごい点取って残留したでしょそう。で、まあ、ケルンから来て完全移籍をしてきて、はい、あ、ウートが救世主だろうなと思ってて、ただ、ウートが、このサッカー、お前、仲だついてきねえわっていう感じで、はい、はいあ。ちょっと取り残されてるよっていう感じだったんですよ。 それぐらいみんな走ってたたかっ戦ってるわけですなるほど。はいはい。だそれで、まあ、失点も、あの、防ぎながら。うん、でも、やっぱりシステムも何から攻撃的にやると。いうとこじゃないですかね。うん、で、あの、この菱形がちっも、両ワイドのカインツとリビチッチっていうのは、もう、なんだろう、2列目みたいな選手ですよね。だからカインツだってもともとウィングル選手だから。うん、はい。 でね、村あったんですけど、本当、うん、ほんよく走るんですよね。<る>こんなにカインツやるのかと思って。うん、はい。やらなきゃ明日、<laughs> か来週使ってもらえないから。<laughs> <laughs> いや、でもそこはでも本当象徴ですよね。うん、ねはい。うん、で、りょうえさん、この中で、キープレイヤー。りょうえさん、これが肝になってるって選手、まあ一人でも二人でも挙げると、この中で誰ですかあの、まあ、 ね、今、モデストがまた復活して点を取れるようになったっていうのも大きいですし、それは間違いないけど、でもこのチームの肝はスキルじゃないですかですよね。あの、僕もそう思います。このアンカーのスキルがね、うん、なん、なんて今言て、一言でどういうタイプですかね。まあ、心臓でしょう。ああ な僕、気、聞いてません気、だから、もう本当心臓ですよね。ね。そうですよね。で、一人でこのポジションをこなしちゃってるし、はい、攻撃も実にこう、気の利いたボールのさばき、うんうん、で、ミスが非常に少ない、はいで。最近点が取れるようになってきた。すごいですよ。あ、そうか、点も取るか。きり。あ、でもそうか、3点取ってるもはい この前2 2点取ったのあ、そうかセットプレー強いですよね結構それは前から強かったですよね、うん、結構ねセットプレーにね、うん、まああのそういう意味では守備の方はみんなが頑張るっていうことで、はい、で攻撃も含めて何どう頑張るかっていうと常に数的優位を作れというやり方ですよねはいはいはいだから、はい、まあスキリが一人で全部やってるわけじゃなくてはい その中盤の守備はカインツもリビチッチもドゥダも戻ると。うん、それで数的優位に囲んでボールを奪う。前からやっぱりプレスもかけてるしね。そう,そうですよ、そうですよ。で、要は、石型なんで、そのボール側にみんなこうかぶさるように寄ってって、うん、もうそこで刈り取っちゃうっていう,う、ね、まあ前提っていうか、もうそれを必ずい、うん、優先してますもんね。そう。 バーグガルトの考え方は、全力サッカーなんだけど、はい、数的優位にして、はい、そこでボールに勝つと、ボールの戦いに勝つということが、得点につながり、はい、勝ち点につながるんだっていうことをはっきり言ってるわけですね。そう,すねそう、でも僕なんか今シーズンのね、ケルン見てて、あの、やっぱすごい印象的な選手一人いて、誰だと思います、うん、当たんないと思う。ヘプターあ、うん、違います。ホルヘンデで、ね。 メレ。れこれ、スペイン人でしょうん、で、上手いじゃないですか。うん、最終ラインの選手としては上手だと思うんですよね。うん、で、今までは、なんかこう、上手だっていうイメージだったんです。うん、でも、今シーズン、このホルヘメレが、玉際でめちゃめちゃ戦うんですよ。うん、で、要はもう、ガンガン行く。うん、だこのなんか変化が、うん。で、良平さんおっしゃったその、やっぱこの監督の、求めるものをすごく、この人が、 うん、変、変わってって、表現してるように見えるんです。うん、まあ、それはわかる。だから、センターバックって、チヒョスの相棒誰かって3人いて、はい、今メレが勝ち取ってるわけですよ。はい,はい。はい。それはよくわかる。ね。うん、あれだけ、だって今までそこまでのイメージにな、なかったじゃないですか。ねうん、なんかちょっと別人なんですよね、見てると。うん、すごいなと思って。うん。だからそういう意味では、だからさ、はい、メレだけじゃなくて、モデストだってもう、 もう、え、二千十六十七でしょ点取ったの。は二十何点取ったの点取りました。それ以降も低迷し、しつつと低迷してきました。変なとこ行っちゃったりして。変なところ言い渡りできました。はっはいはいはい。え大復活じゃないですか。で、もう復活しましたよ、大手スロはい。復活しました。で、キャプテンのヘクターが左サイドバックにこう、固定したと。そうなんですよ、そこもね。これも大きいですよ。大きいですね。はい。はい。そういう、だから、 バームガールトのこう選手個々の使い方も含めて全部がうまくいってるわけです、うん、今のところにね。で,ね,でね,、はい、ね。で、例えば、ここに乗ってないけど、あの、アンデションがウートのところに入るケース最近あるじゃないですか。えっと、セバシアン・アンデション。オン最初、ウニオンでね、うん、ブレイクした選手。はい。で、そうするとウートが今度、ドゥーダーのこうトップ下のところに戻ったりして、下がったりしてやるんですけど、アンデションって点取れなくても、うん いらねえよみたいな戦力外じゃないのみたいな扱いを先シーズンまで受けてて。まあそうですね。期待には応えなかったですから、うん、昨シーズンは。<う>はい。で、はい、今シーズンも本人ももう、うん、移籍したいって言ってたんですよね。あ最初ね。うん。はい。ところが、8月に入ってから、バラムガルトが、あのまあ、みんなと話をするんだけど、アンディソンと話をして、お前は俺が絶対信頼する選手だから、絶対残ってくれっていう話し合いをして、残ったらしいんですよ。 それで、点取れない、数取っても点取れない、数取っても点取れないけど、使い続けてやってこのまま1点取ってんないですか。はい、そういう選手を信頼するんですよね。ただね、もっと大きいのは、ファンのサポーターのこう応援というか、心をつかんだっていうか、まずバイオムガルトがシーズン、シーズンっていうかその、チームが起動して初めて、 えー、そこから一番、その、バイムガイルトがファンの心を掴んじゃって、サポーター連中があいつは信用できる、嘘つかない、絶対やってくれるって、もう一番人気あるわけですよ。今ね、まあ。大きいですよ。でもまあ、だから、バックアップ、その、どのチームだって、バイルムミュンヘンだってさ、サネに対してサポーターがブイングしたりするじゃないですか。はいし,した。はい。ね。はい もうそれがないから、チームはやっぱり気持ちよくやれるわけですよ。もう本当に応援してもらえるから。やっぱりあれだ。監督が、のスタートが良かったんですね。そう。ね。そうですね。これでもなんかあれだなクラブのプロシャスでしょ、これ。あ、そうですね。てんの。まあデザインもなんかおしゃれだけど、かっこいいなうん。頼みます <laughs> お揃いできませんりょうへいさん。<laughs> <laughs> やだやだ。まあ、俺やだやだ言わないでくれ。<laughs> かっこいいじゃないこれ。えあのー、レーベンが入ってなきゃいけないんだけどな。レーベンはあの、向こうのスーパーマーケットですから。はい。僕買い物したことあります、ここで。はは <laughs> い,いいないいですねはい。まあ、あの、監督で変わったということで、ちょっとりょうへいさん、あのー、 ケルンといえばですね、結構ツイッターの人気があってですね、えー、これ名前は言っていいんですかツイッターの中の人、中の人からの情報、中の人からの情報でですね、両平さん、えー、バウムガルトに変わってからチームはガラッと変わった、うん、雰囲気明るくなった、うん、え選手が躍動してる感じがする、うんうん、で、練習中も笑顔が溢れてるていうふうにおっしゃってます。まあそうだと思いますよね。ねこ,うこれだけ選手、あの、なんていうの、納得して、 必死に走ってる姿を見ればね,ね,ね、納得してやってんだから。で、もっとだからそういうデータでいくと、はい、あの、要は、えー、ボールをできるだけタッチ数少なく、ワンタッチ、タッチ、うん、スリータッチでできるだけ早く動かして、うんうんね、とにかく早くクロスボールを入れて、うん、で、ヘディングでシュートで締めくくるっていうのが、まあ、大きな目的で、それヘディングだけじゃなくてもいいんだけど、結局結果で出てるのは、 やっぱりクロスボールの数がやっぱ多い。ああリーグの7節までの分ですの中で非常に多い、うん、トップの方レベルでヘディングシュートも一番多い。上位。ヘディングの得点も一番多い。うん、そういう、であとスプリントの回数もリーグ1位。1> うん、平均742回二回。すごいですね。すごいですね。うん、そういう、だからデータ的にも、あの、 リーグのほとんどトップレベルいってんですよね。そうか。じゃあ全部裏付けられてるんですね。ああ。これでもりょうさんどうですか今6位でしょ最終的にどういうし、どの辺までいけそうだと読みますかまあ、期待も込めて1桁。1> お可能性はかなりあると思うんですけど。<ー>うん、ただ、 あとは、怪我人がどれだけ出るか。確かにそうですね。強度の高い差がしますから、そこですよね。うん、スキーがなんか代表で怪我で交代したっていうニュースが流れてるんで。スキリの代わりはいないな。ここはね、なかなかいないです。いないですよね。あとのポジションはほら、まあ、なんとかね、やりくりはできるかなと思うんですけど。うん、一つ前から下げるしかないんで、うん。でもちょっとやる仕事多いですもんね。うん そこだけちょっと不安だ。不安で。そうすると、ひょっとしたら、誰か、その、なんだろうな、うんポジション変えて、うん、ヘクターをここへ持ってくるとかしなきゃいけなくなるかもしれない、ねまあ。なるなる、ね、まあそうですよね。うん、まあでもね、うん、そういう多少の不安要素はあるけど、久しぶりのじゃあ、ケルン上位、あり得る。うん。あの、上位、 だから絶対2桁には行かないでほしいと思うんで、そうすると、6位は厳しいけど、最終的に6位行ったらもう、万々歳です六、ね、6位すごいですね、ね6位すごいっす、すごいっす。まあ1桁ですね、目標はね。ポカールどこ取るかにもよるけど、6位だったらヨーロッパのカップ戦行っちゃいますからね。行っちゃうからね。ね。 はい。ということで、ちょっと、あの、ぜひ、あの、まあ、あんまりそのなんか、ケル見たことないんだよなって方はですね、ちょっとこう、監督見ると面白いと思っていただいて、えー、サッカーアグレッシブでですね、えー、まあ、戦うチームはりょうへいさん気持ちいいですもんね。そうですよ。あの、うん、まずね、ファンがそれを期待してるから、戦わないチームはファンがついてこない。えー、ね、どこまで行くのか。ちょっと我々もシーズンを通して、えー、注目して見てみたいと思います。で、えー、っとですね、 おはがきに質問を皆さん書いてくれてますが、これまたどしどし送ってください。ちょっとまとめてですね、皆さんの質問に教授がお答えしますよ特集、ちょっとやろうと思ってますんで、<laughs> まあもしやんなかった時はちょっとごめんなさい。やると思いますけど、<laughs> 一応現状でやるということで考えてますんで、ぜひおはがきで参加してください。 お話が一番我々は使いやすいです。まあこうやって、ここで読めばね、えー、質問を両平さんにぶつけられますんで、えー、ぜひ参加していただければなというふうに思います。えー、ということで、えー、今回のケルン特集いかがだったでしょうかえー、両平さんにね、えー、ケルンの歴史を振り返っていただきつつ、今のチームについてもちょっと語ってみました。今期はちょっとぜひですね、えー、ケルンにも注目していただければなと思います。じゃあ両平さんまた次回ということで。 はい、はいえー。今日はこの辺で失礼します。はい、また次回です。ありがとうございました。